ウィッシュ、ダイダルでーす。さあ、今日も続きやっていきましょうか。前回ね、このアクアなんとかっていうところ攻略して、今日はここからでーす。スカイハリケーンじゃない、スカイハイですね。大空の星です。で、ここにある大空の星、スカイハイのある右のね、丸が、この星にあるデラックスの元みたいなやつ。ね、コピーの元デラックスか。らしいですね。よくわかんないけど。で、さあ、サクッと攻略していきましょうか。よし。さあ、コピーの元デラックスってやつがどっかにあるんだよね。ね、この入れないね、こういうとことか。ね、俺、もう、探索しながら進めっていう感じでらしいですのでね。まあ、ざっくりとね、探しながら行きましょう。うおー、風吹いてる、ここ。ね、なんでそこ風吹いてんやろ。ね、こっち前へ行けってことね。わ、上絶対これ、なんかあるぞ。パラソル？無理、パラソル。どうしよう。なんかない？ファイターの昇竜拳、これ勝ったな。ジェットの元ゲッツー。はい、というわけで1個目ゲットです。ジェットの元ね、これでジェットボーイダイダラになることができました。ジェットボーイダイダラってないんだけどね。さあ、こんなもんでいいのかな。ね、簡単やん、これ。よし、ジェットってさ、火つけれたよね、確か。お、そんなこと言ってたらちょうどあったぞ。やばい、ピちょ待て、長い硬直、おこ。いや、長い硬直、おこ。ねえ、それ2回目で言うの、俺。どうしようか、これ。はい、やっとー。で、無視する、ここは。よし。はい、間に合わなーい。ちょっと待ってよ、もう。この氷の少年ボーイがちょっとえぐい。よーし。だから、ここで、マックスまで貯めて、キャンセルしてから行く。ね、わーあ、ちょっと待って、お、待ってよ、わーい、間に合わないよね。だから、マックスまでチャージしてから、行こうよっていうやつよ、みんな。わー、そんなしない。さっきから、何やってんだ、お前はよ。あー、もう俺嫌い、お前のこと。もう二度とアイス使うけど使わない。あ、違う。こう貯めて、いくよ。スタートおこだわ、これ。いくよ。はいというわけでね、ここから。わあ、終わったー、もうこいつマジで覚えとけよ。おれ絶対許さねえからな、おめえら。ほんと、もう一回な。たぶん届かねえから、ここから。よいしょー。はい、完璧。早すぎた。コーヒーブレイクできたわ、今。ほいっつ。さあ、奥へ来た。あ、ホイールじゃーん。ホイールすげえ好き。さあ、これで、ね、車に乗って旅に出れます。スカイハイの右のオレンジがこれでね、なんていうの？オレンジが2つ溜まりましたよね。さあ、残ってるのはあと1個です。うわ。これどれが正解だってやつやろ。任して俺、こういうの得意だから。ねえ。じゃ、まず右。ああね。あ、無敵やんじゃん。これ当たりやな、多分。で、次は、左やな。あ、帰ってきた。じゃ、真ん中。じゃ、右。あ、ゴールだ。じゃ、ゴールはダメ。さらに、攻めろ。ここ真ん中。あれ？帰ってきてる？わかんない、ここどこ？あっしゃー！正解、ウィング。思わずヘルパー出しちゃった、部中。よーし。こいつ動くんだ。いらね。いかがかな、皆の衆。私の探索力。ね。驚きまみれたってことでしょう。わからへん。よし、ゴールや。あっつい！はい。では、ゴールいたしましょう。あ、ボス戦あったんだ。よいしょ。そっか。各星にはボスが一応いて、そいつらをやっつけない。ちょ、待って、クラッコしんどい。待って、何がいい？ジェット強えよ、多分。ちょ待って。むずい。どりゃー！うおー！刺さる。待って、ジェットのこのホバリングアタック。ほら。
これ、相手は泣く、相手は泣く、ほら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 、おほらほら、あ、これやらしい、やらしい、多分友達を泣くす、泣くす攻撃、クラックは友達じゃなかったからいいやこれこれうぜえな、これ動かない敵っていうか一定高さまでしか来ない敵に対しては超絶強いやつじゃん。ぽよぽよ。はい、ということで、スカイハイ攻略完了しました。どうや、皆の者ども。皆の者ども、どもども。こんにちは、大田です。さあ、ちょっと戻って撮ってきましょうか。皆さん覚えておりますか？あんま覚えてないです。なんだっけ？どっかにあったよね、導火線が。ね。そこをジェット使っていけばいいんじゃないかなっていう、セッツ。な。俺を信じてくれ、みんな。なかなか上いけないか、これ。痛い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 。ジェットボーイ、ちょっとジェットボーイ、ジェットボーイ、ジェットボーイ、大だな。ジェットボーイ、お、お、うまいね、君。許さんぞ。よし。邪魔や。こっち行けんか。下から行きましょうか。はい。さて、2回目のコースですけど、なんかあんま覚えておりませんので、適当に行きましょう。よし。ふぅ。カビ難しいわ。カビ難しいわ。とりあえずもうご了承していこう。で、ここ、ここ、ここ。はい、火ついたよね。さあ、どこへ連れてってくれるのか。これ多分コピーの元があるんでしょう。ね。ないわ。あれ？この星入れるとか？実は。ほら、入れないか。困ったなぁ。あれ？俺取り逃してた、普通に。どこだろう？ねえ。あ、ちょ、待てよ、なんか。思い出した、思い出した、思い出した、俺。なんかね、一個、ろくに探索せずにさ、行ったとこあったの覚えてる？みんな。覚えてなかったら、この話終わり。ね。ふぅー。急ぎん着を。ちょっと俺覚えてるからそこまで行っちゃいましょう。よし。邪魔や。ホイール結構遅くない？これ。おぉ。スピードが乗れば気持ちよくなるタイプな。さあ、回復アイテムはいっぱいあるけど無視していきます。急ぎで行きましょう。急ぎ足。ここだっけ？あ、ここ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 。ここで、ここのドア入らずに先行っちゃったんだよ、俺確か。ね、ここ入ってみましょう。よし。ソードがいっぱいおるなぁ。ってことは、ソードのコピー能力があるかもしれなすびってことかな。パラソルにして。ドゥルル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 って行きましょう。いいっすね、パラソル、神。うふマキシムトマトありがてぇ。ボスおんのかぁ。うおー誰やお前、柔道くん。ね、名前わかんない。よし。おらっとどどどどどいつもより奥回ってしております。あ、出た！ソードの元。やったぜ。あ、見て見て、二つ目のコピー能力がつきましたね。よし。さあ、戻ろうか。これ、ほとんどめんどくせえな。よっしゃ、ホイールで戻ろう、一気に。ホイールこういう時にさ、いてえ、なんでお前振ってくんのお前、ずるないか、それ。一直線のルートの時ってめっちゃ楽だよな、こうやって。キャッと帰れるから。よし。さて、こちら側行きましょう。あとは、ビームだったっけ？え、どっちだっけ？これってさ、そもそもこっち行けるの上に。え、行けんのそれ。なんなんそれ。遠回りしていくんやと思ってた、俺。帰るか。ボス倒さんでも戻れるんで戻ります。はい。なんかすっげえ、深読みしすぎてたみたいです。なんか悲しい気持ちになっちゃった。はい。では、今からここ行きましょう。ファイアーボーイです。ホットビート。ね、洞窟大作戦って感じする。お、怖い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 。さあ、このファイアーのステージを気合い入れて攻略していきましょうか。ね。すっげえ繊細なコントロールが必要ですね、ここ。まあ、繊細な男大だらねとっちゃ楽勝なんですけど。ここ何これ？ここやばくね？いやーいけねえ！なんかあんのかな、あの先。ちょっと待って。ギリギリまで見極めたいけど。ないよね、なんも。なんなん、あそこ。なんかいじめ受けた気分やね、これ。うわ、最悪や、これ。えいや。うわーなんか分断されてもうた、あそこ。どうしてくれるんですか、皆さん。これ。え、なんか、待て待て。あ、無敵だった。
待って待って待って。え？ああ、ああ、いけ、いけるの、いける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 よし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 なんかあるなんかあるなんかファイヤーやこれ絶対ファイヤー絶対ファイヤーこのピンク色の男とも男かこいつわかんねえピンクちゃんピンクちゃんこう取り分けしてさあファイヤーゲットでもファイヤー別にジェットあればいらなくねでもこの無敵のねバーニングアタックは結構使えるかもしれないあトロッコ出た洞窟大作戦やんこれトロッコないレールないけどええのそれねえ楽しいイエーイ楽しいイエーイ楽しいこれ絶対途中いやじゃダメなやつある気がする。あ、痛い！まあ、やめてやめて、スカフィーちゃん、俺をいじめないで、俺はいい台だな。お前は悪い、スカフィー。いいな、それで。それで世界は救われるんだ。さあ、このステージは、2個しかないですね。コピーの元っていうんですかねえ。ちょっとこうと、ああ、いや、マキシマはいらねえや。さあ、あとちょっとしかないんですけど、どこにあるんでしょうか待って。この上だ。俺はわかる。ゲーム実況界で100年ぐらい生きてきた俺ならわかる。ごめん、まだ8年ぐらいか。おらなおらな来たな来たな来たなここ絶対なんかね、コピー能力。何やと思うえ、スープレックスかなだったら嬉しいな、ちょっと。よし。おら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 で、こういう時にこいつはコピーできるんだよな。へへへへへ。コピー！お前はスープレックスちゃん。そしてスープレックスになっちゃった。意味なかった。はい！カチッとドーン。あ！熱い！なんてこと？トラップカードやった今のか。え、そっち帰るんか、お前。これ向いてる方に行くんかな？こっち行こう。はい、ではトロッコ乗って、トラッコの旅でーす。いいですね、これ。よし。別に上乗らんでもええやろ、これ。ああ、ああ、えゴールできんくなったと思うじゃーんってやつ。いや、戻っちゃうか、これ。戻るの、これ。そんなバカだカービィ、俺のこと何でも呼んどるなぁ。それはさせませんで、っていう。ねえ、熱い思いを感じた。またこの細かい操作が要求されるコースだ。待って、俺こういうの得意だからね。イライラ棒大ダラだから。スカーフィーちゃん、ちょっと待って。まだ触れてすらないのに怒ってんじゃん、あいつ。短気やなあいつ。ねえ、短気は損気やで。イエーイ。よー、よー、よー。え？こっち？あっつ、あ、完璧。簡単すぎん、これ。よし、よし、よし。よーしゃーす！ゴールでーす。ボスかな？誰？カメレオンか、こいつ。よし。おら、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 いてててててペイントあったよね、こいつ。ペイント見てないから見たいな、俺。出た、ゲロ。出た、ペイントカモン、ベイベイ色を塗っちゃえとやよーし、一発撃破でーす。そんな能力だったね、ペイントって。はい、ということで、灼熱の星、ホットビート、そしてスカイハイ2つ攻略完了。そしてね、アクアなんたろかっていうステージの、デラックスの元も回収できて、今日は最強になりましたね。もうこれ多分すぐ終わるわ、みんな。さあ、次回この2つの星を攻略するって感じでいきましょう。どっちだろう？多分こっちかな、次。最後だったよね、これこって。ね、なんか難かった思い出あるもん。はい。ではではでは、ね、洞窟の星、ケビオスで、またお会いしましょう。おつぽよ。